10年ぐらい前の話になるんですけど、クリスマスぐらいの時にサンタクロースの服装の色ってコーラの赤白の色がルーツになってんだよって話をした時に、え、でもコーラって黒じゃないって言われた時に、その面白さに気づいてしまって、なんかそういう違った視点で物事を捉えられるってすごい面白いんだなって、思ったことをなんかふと思い出しました。どうも、シャケクレンです。本日は新景品がたくさん出るんで、新景品がたくさん出て安く取りたい、サクサク取りたいんだったらもう千葉鑑定団止水店さんなんじゃないかなと思ってやってきました。ちょっと時間ないんで、もう早速バチバチ取っていきます。ちょっと早速常連さんから取り方教わって、真ん中を右に合わせてこうやってつまむと手前に来る。ここからも押していくらしいです。うわ、押していきます。これでゲットらしいです。というかゲットしました。すねの真ん中を景品の横に合わせて手前狙うと、この右手前の方が低いらしいんで、低いらしいというか低いんですけど、そっちから落とせるみたいな。もうちょっと引っ張っていきます。はい、おお、あと押してゲットみたいな。よし、いけいけ、おお、これは10個持って帰れますね。パンと剣にねじれるんで、手前気味から。よし、いけ、いけいけいけ、モロトでいくぞ。あ、ミスった、やばい、これやばい、これやばい、やばい、ミスった。おー、これんかい。なんか CP9 って動物の名前なのに、アワーだけ動物じゃないんですよね。不思議。あれ、よし、来い、行けってばよ。よし、もうその確定された瞬間が気持ちいい。な、よし、来た、気持ちいい。10個ゲットしました。よし、ここからが本番です。全身常時身体共有条件を 5% から8% に引き上げたシーンのデク君やってきます。今日一楽しみにしたんでやってきます。まず立つかやってきます。しかもこれかっちゃんと戦ってる時でかっちゃんも出てくるんですよね。かっちゃんの俺の方が上だったのにっていうもどかしい気持ちで、どんどんレベル1からどんどん成長していくデクに嫉妬しちゃうっていうシーンで、お互い本音を言い合う名シーンです。あ、このシーンのきっかけに物語がどういう風に進んでいくかわかんないんですけど、あ、パパ、僕個人的にかっちゃんがナンバーワンヒーローになってほしいなって思ってます。今作中のゴールで、あくまで僕の意見なんですけど、やば、ちょっと僕のプレイの物語がどうなっていくかわかんないですね。あー、右で立たせて左で投げるっていうのを狙っています。なんか僕のアームコントロールミスもあったんですけど、まあ手前がダメなら奥かな理論、結構寄せて角度つけさせます。これで、わ、振り上げます。ちょっと思ったよりうまくいきすぎちゃったんですけど、多分いけるはず。うん、これでデキとカッチャンも仲直りです。来ました。よし、僕レベルになるとワンフォアオール5%ぐらいの力でゲットしちゃいました。怒っちゃったカッチャンやってきます。とりあえず立たせます。なんかデキがこっちでよかったんで、カッチャンもこっちでいいのかな理論で、
やっぱオールマイトも慰めてくれるんですよね。デクの成長を嫉妬してるカッツァンにレベル1とレベル50が同じ成長スピードなわけなかろうって、めっちゃいい先生。あ、抜けた。めっちゃ最悪なプレイ。来た。これはたぎってる。いけ。よし、やりました。レベル50のカッツァンゲットです。珍しくドラゴンボールやっていきます。あれですよ、皆さんびっくりすると思うんですけど、クリリンの奥さんらしいです。本当に今日職場の上司にこのプライズ出ますよって言った時に、おお、クリリンの嫁じゃんっておっしゃってて、クリリンってあのツルッパゲこんな綺麗な人と結婚したんですかって聞いたら、お前ふざけんな、バカにすんな、クリリンはハゲじゃねえんだよ、自分で剃ってんだよって言ってて、びっくりしました。クリリンは修行僧だから自分で髪の毛を剃ってるらしいです。で、大人になったクリリンは髪の毛生えてるらしいです。はい、ということで景品どんどん手前に来たんで、ハマるまでは寄せ甘めでどんどん手前に引っ張ります。よし、ハマった。で、これ結構コメントいただく、全部のバーに滑り止めがついてる設定なんですよね。この取り方やってきます。まあ、とりあえず両アームで徐々に寄せてって奥をはめて、はまったら寄せ強める、左アームめっちゃ強めて振ってきます。多分これミスです。バーに当たると地獄です。で、まあ、フィニッシュとしてはスライドか手前乗せだと思ってます。よし、この表面滑らせるぐらい、こう滑って爪が入るぐらい、こんぐらい寄せます。そう、押してました。で、結構奥が沈んだ状態で角度がつきました。ここから勝負のお時間です。左アームギャインスして奥狙います。で、下までぐーっとアーム入れて、このクリアパーツの部分でキュッキュッて奥をそう、奥を右に振ります。バーが落ちたのは予想外です。クリリンの激輪に触れたかもしれないです。もう一回今の繰り返していきます。左のクリアパーツの部分でキュッキュッて奥を右に振る、これでゲットです。かっこいい女性って感じですね。待ちに待ったリコリスリコイル殺処やっていきます。僕はタキナちゃん派なんですけど、多分リラックスタイム下重心なんじゃないかなと思って、ちょっと真ん中より下目狙いました。いけってばよ、お姫様抱っこ、ゲットゲットゲットめっちゃいい形にやりました。リコリスリコイルってタキナちゃんと同棲してる時としてない時で爪の長さが違うらしいですよ。やべ、すいません。 A めっちゃ綺麗ですよね。いけ、よし、タキナスペシャルアタック、いけってばよ、いけ、よし、やばい、ちょっと右、危ね、かわいいっすね、サスちゃん抱きしめる強さでゲットします。バークロスさせて、で、景品をこうやって包むんですよ、両アームで包んで抱きしめる強さでゲットします。このサスちゃんは爪短い時だ。あらら、止水天さんセンス良くないですか。サスケとイタチ並べるっていう、ということでお兄ちゃんやってきます。しかも末広がり、まあ、末広がりって言っても臆することなく、まず箱立たせます。これで右アームにして、もう臆することなく立たせましょう。イタチね、つらかっただろうな。これでわー、そう、左奥結構手前に来てるんで、右アーム寄せて手前狙って、ここで奥はめちゃおうかなと思って、寄せ甘めで、ここでもう一回立たせちゃうとやりづらくなっちゃうんで、うん、よし、やりました。お前の命は里よりも重かったんだ。アタック、いけ、よし、許せ許せ、サスケ、これで最後だ。よし、
っこいい。お兄ちゃんこっちでもやってきます。こっちも立たせて払うでいいのかなと思って、今日の傾向的に右アームで立たせればよかったんですけど、間違って左アーム癖で寄せちゃいました。投げる、よし、投げろ投げろ投げろ、よし来た。さすが止水、バンポブチキンを生んだ町。いけ、車輪の歌アタックからの涙のふるさと釣り上げからのサザンクロスひっくり返し、よし来た。これで66号線アタックしてゲットします。ちょっと本体押ししてもいいぐらいの勢いで、止水点さん発射場広いんで、これちょっと可愛い、今の出方可愛いっすね。よし、やりました。せっかくなんでこの滑り滑りのない方でもやっていきます。これ多分下重心なんで、ドラゴンボールいつも通り箱のちょっと真ん中より奥目を持って、手前の高さのある場に当てて反動で動かすみたいな、これ、手前の高さのある場に当てた反動で若干奥行きました。左側が奥行ったんで、今度は右アームを寄せて真ん中より若干奥、今度右側を奥に送ります。右アーム寄ってると右側が奥に行く。なんかね、今のはちょっとイレギュラーでしたね。ちょっと今のは多分真ん中すぎたって感じだったんで、ちょっと奥めにしました。でこれもイレギュラーな感じなんですよね。でこれイメージしてほしいのが、このまま奥持ち上げると斜めにはまるんですよ。このまま両アームで奥持ち上げて斜めにはめます。よし、両アームで回すのがポイントです。いや、取れちゃった、全部イレギュラー。今のは斜めにはまってよ。まあでもやりました。タキナちゃんゲットに向けて、サツちゃんもう一発いきます。これでとりあえず真ん中気味、ちょっと手前で、こんな感じにします。これ両アームで手前持つと奥に投げます。で奥に投げると手前がはまった状態になります。これで手前はまったんで、このまま奥持って手前をはめていきます。でこれ手前がはまったら寄せて、左アームギリギリ、箱のギリギリ、リコーリスリコイルのリぐらい、リ多いけどリコーリスリコイルの最初のリぐらいにして寄せます。そう、箱立っちゃったんで奥を回していきます。一発がありそうな側面から回していきます。こうちょっと持って回すやつ、あーよかったな。今の一撃で落とし切りたかったですね。もうちょい寄せて、もうちょい手前でしたね。よし、めちゃねじれる。これでどんどん奥持って手前沈めます。で、ハマったら寄せ強めでいいと思うんですよね。寄せ強めで、食って振ってく、奥持って手前を沈めるっていう。あ、振りすぎ、もう落ちてるんですよね、ほぼ。奥持ってあげれば落ちそうなんで、なんかよくわかんないところに狙いました。本当によくわかんないところに狙った。でも取れました。やった、やりました、楽しい。